立たせる。こんにちは、伊勢木聡です。今回はドリブルが苦手な人でもできるワンステップで相手とのタイミングをずらすドリブルについてやっていきたいと思います。ドリブルが苦手な人に多くあるのが、相手のプレッシャーを受けた時にどうしてもボールのタッチ数が増えてしまう。どんどんヘッドダウンしていって、ボールを見て周りが見れなくなって寄せられてしまったりとか、あとはドリブルでかわしに行きたい、その時もボールのタッチ数が多くなってしまったりとか、相手のことばかりを気になってしまってボールを奪われてしまったり、ドリブルが大きくなってしまったりとか、ボールコントロールがうまくいかなくなってしまうことが多いと思うんですけど、僕は試合で効果的なドリブルをする時というのはボールのタッチ数を増やす必要はあまりないと思ってて、もちろんそういうボールタッチの技術、ボールに対してのタッチ数を増やして相手を翻弄してかわしていくということができれば、もちろんそれはそれですごく素晴らしい技術だとは思うんですけど、やっぱり難易度が高くなってしまいます。なのでできる限りボールを触らずに相手をかわしていくということができれば、今ある技術の中でも十分相手をかわしていけるようになると思います。その技術の中の一つとして今回お伝えするのは、ドリブルをしている時にそのままボールを運び出していくのではなく、運び出す前に一歩ステップを入れる、これだけです。かわす時にドリブルをしていてこのままかわしていくのではなく、一個ステップを入れてかわしていく、自分の行きたい方とは逆にステップを入れてかわしていくというような形です。この一歩があるかないかでディフェンスからするとタイミングを合わせづらくなるので対応しづらくなります。なのでドリブルがうまくいかない人によくあるのは、技術がないのではなくディフェンスとのタイミングが合ってしまうことが多いので、このタイミングをずらせるだけでドリブルの技術、ボールコントロールの技術がなかったとしてもタイミングだけで相手をかわしていくことができるようになります。もちろん一歩が必要ない時もあるんですけど、この一歩を踏むか、このワンステップを踏めるか踏めないか、踏む技術を持っているか持っていないかでプレーの幅というのはものすごく変わってきます。なのでかわす前に一歩踏んでいくというのを意識してやってみてください。練習方法としては、タッチラインからタッチラインまでをドリブルする形で練習してみてください。この状態から横にドリブルする、通常であればこのままドリブルを運んでいくんですけど、それをドリブルしながらステップを踏む、ドリブルステップを踏んで運び出す、逆足もドリブルステップを踏んで運び出す。意識してほしいポイントとしては、ボールの置きどころです。例えばドリブルをしていて自分の懐の外にあるのに踏んでたら、試合の中ではもうこのボールは取られてしまいます。なのでしっかりと自分の懐の内側に入れた状態で踏んで運び出す、ボールを触るトンチョン形で、本当に細かい部分なんですけど、このワンステップがあるかないかというところで相手に与える印象というのはものすごく大きく変わってくるので、ここでのワンステップがない場合はトントンというような形、ワンステップあるかないか、ものすごく細かい違いなんですけど、この細かな違いを理解して実践することで相手とのタイミングを本当に簡単にずらすことができるので、ぜひチャレンジしてみてください。この動画とは別に YouTube では配信していない動画をプレゼントしているので、詳しくは概要欄をご覧ください。この動画が役に立ったと思ったらいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。